セノブレディフィニティブエディション始まるで、みんな始まるで。よかった、この格好がやっぱいいよ。この格好がね、ここ塔の外に出たみたいね。おい、シルク。何？うん、間違いない。あ、ビジョン見たところペコな。マシな学校になったの。ここが僕の見た場所だ。キーティーナ、わーおガードされてるべかもんな。えメリアか。父上来たで。何やってんの。これガードしてるべかなんかな。これは父上。よく来たな、モナドを継ぎし者よ。これビジョンで見たところペコだ。あなたはで、でけえ。やばいペコだよな、まさか。そうだ、太古に滅んだと言われる巨人族。滅んでなかったペコだ。ヒソはこれを封じていたのだよ。我が名はザンザ。ザンザ、我はここでそなたを待っていた。待ってたんだ。なんでモナドのため。待っていただと。そなたはヒソによってここに封じられたのではないのか。ねえ、封じられたって言われてたの。モナドは我が打ち鍛えし剣、我の打ち締み、それを振るう者のことは手に取るようにわかる。このモナドはあなたが。そうだ、鬼神界に降するため神の剣としてはるか昔に我が作ったものだ。最強じゃんこの人。なんでこんな残酷な目に。ね、封じられてるペコじゃん。モナドとはこの世界を構成する断り、根源元素、エーテルを自在に操る剣、うん、断りを操ることで物は断たれ、力は増幅される。そなたも見てきたはずだ、その剣が起こす様々な現象を。確かに我はかつてその剣を振るい、巨神と共に戦い、鬼神を打ち倒したのだよ。そうなんだ。あんたがあの鬼神をぶっ倒したってのか。こんな小さい剣で。その姿形は幻影、使う者の意志一つでモナドの姿はいかようにも変化する。そうなの。要はそのうちにあるもの、その力、パワー。そしてその強大すぎる力ゆえ、それを恐れた古代のハイエンターによって我は封じられた。話してあげようよ、いい人じゃん。人とは概してそのようなものだ。我がここにこうしているのがその証。学ばれよ、新たなるハイエンターの指導者よ。封印といてあげよう。モナドは本来巨神が持つべき剣、鬼神に対抗できる唯一の力。使い手の成長とともに全ての断りを断つ力を秘めている。だがそれで全てが解放されるわけではない。モナドには枷をかけているのだ。枷？ある特定のものは立てなくしてある。人？特定のもの。あ、もの？人じゃないの？あ、そうだね、人ペコだよね。そう、その枷を知っていたからこそ奴らはモナドでも切れぬ鬼神兵、顔つきを生み出したのだよ。そういうこと。中に人も入れてたペコだしな。うわ、あいつらやばしいペコだね、マジで。うぜえものを押し込みやがって。だから切れなかったペコなんだ。
ってるってことぺこだよね。じゃあどこだ、どこがこの力の中心だ。やばいね、あいつらは。そうか、もう来やがったってか。抜け目はねえよな。だがよ、よう知ってるのに、結局よう考えてるってことだな。なあ、ザンザさんとやらよ。あ、人を斬ることができない。それが枷なんですか。それと顔つきとに何の関係があるのですか。それを己が目で確かめるのだ。なるほどね。さあ、そのモナドで我をこの枷から解放するがよい。え、どうやって殺せってこと。そしてモナドを差し出すのだ。我ここに全ての枷を解かん。さすればモナドはあらゆるものを断つ剣となるであろう。おー、最強になっちゃうペコちゃん。立てるものはただ神のみ。ポイントを与えてやる。なんで？メリオ、なぜ？気にかかるのだ。始祖たちが何故このものをここに封じたのかが。危ないって言ってたじゃん。僕たちにはもっと力が必要なんだ。そういうこと。それは君だって同じだろ。力が欲しいんだ、パワーが。それはそうなのだが。ちょっと待てよ。こいつはただ枷とやらを解いてくれるだけなんだろう。だったら迷うことはねえって。うん、だが何メリア、メリア分かってほしい。僕にはやらなきゃならないことがある。そういうこと。鬼神兵を倒すんだ。特に黒な顔つき復讐だよ。愛した者を殺された復讐。そしてコロニー6、9ともどもやられたんや、こっちとらふるさとを。あらまあ、こいつにやられたんだよ。シュルクよ、我は強制しない、代償も求めない。選ぶのはそなただ。解放します。僕は継ぎし者よ。はい。その意志しかと受け止めた。真のモナドにしてください。今こそ枷を解き放とう。センキュー。さすがよ。やばい、やめて。はい。嘘でしょ。何？嘘でしょ。ザンザ、かわいそすぎるって。ふぅ、黒い顔つき。さすがは名手様の槍だぜ。どうやら間に合ったみてぇだな。俺たちがここに来ることを知っていたのか。ああ、雑魚が何勘違いしてやんで。俺たちの目的はそれそこのデグヌボイよ。なんで？なんか入った。モナドに余計なことされちゃ面倒なんでな。槍に来たらお前らがいたってわけよ。なあ、最悪だよ。飽きた。シンジ、白い顔つき。ザンザ、答えてください。ザンザ、聞こえているはずです。思念派か。この若者たちを生贄としてまた繰り返そうというのですか。生贄？我に話しかけてくる。お前は何者だ。そして何を知っている。ザンザ、
私はあなたと対話をするためにここに。あ、やばいやばい。シーヘン、僕はお前たちを許さない。待ちなさい。ちょっと大事だったの。大事な話してるんだのに。戦うつもりは。お前たちはフィオルンを。やばい、復讐心がね。フィオルンを返せ。やれ。やめ、大事な話してるんだのに。調子乗んじゃねえって言ったろうがよ。うせえ。お前だけは絶対に許さない。シュルク、弱い、弱すぎるぜ。やばいな、これなんか今めっちゃ大事そうなの聞くだよね。ダンバン、せっ、メディア、小娘が、あ、ここ助けたところね。ほんとモナドがねえと弱いよな、てめえらは。え、ダンバンさんよ。貴様、何者だ。何、名前、あれ名前も知ってたぞ。なぜ俺の名を呼ぶ。わからねえのか。これでも。何、この技は。この技知ってんの、あんた。いや、まさかそんなはずは。ダブン、やめなさい。その者たちは私たちの目的ではない。あれ、この白いやついいやつ。そろそろ引導を渡してやるぜ。いねえ。何、やらせは済むぞ。カッピー、陛下、待って、これやばいじゃないの。待って、パピーやばくないか。強くね、パピー。どうしよう、どうすればいいペコなの。父上、大事ないか、メディア。はい、父上こそ。ね、大丈夫か、え、大丈夫か。ふざけんじゃねえぜ。やばい。クソじじいが。この未来やだ。メディア、そうよ、このたった一刺しでさ、弱すぎるぜ、お前らはよ。陛下、僕はまた。モナドを継ぎし者よ。ザンザ、無事だったのか。頼む、今すぐモナドの枷を。我の姿は形骸、すでに風は解き放たれている。早い、その間に。風はそれを振るう者の意志、振るうがよい、そなたの意のままに。巨人とも強くね。倒したいと思う相手を念じ、力を解き放つのだ。ザンザ、ありがとう、ザンザ。鬼神兵、やったるかい。僕らはお前たちに食われるだけの存在じゃない。行こう。あ、また違う、新たな血が出たとこだよ。人、モナドの形がでかくなったとこ。いけません、その力に身を委ねては。いけー、シュルク。もう終わりなわけよ。はあ、これがビジョンで見たやつペコな。小僧、思い知れ。これがフィオルンが、やっちまえ、陛下が受けた痛みだ。やめなさい。え、な、すげえ、以前のモナドとは違う。なんでこの人止めようとしてくるペコなんだ。そうだ、その力だ。存分に力を振るうがよい、シュルクよ。強すぎじゃないか。あなたの望んだ通りの結果。
かですか、ザンザ。そうか、お前はそうだったか。予定調和の外にあるもの、気づかぬわけだ。予定調和の気づかぬ…あ、シルクの看板。人。あ、そか、シルクは今知ってるってことだもんな。人間。あ、まさか。フィオル。え、あ、そうでしょ。死ん…生きて…え、死んでたんじゃ。生きていたのか。ザンザ、変わらないのですね、あなたは。フィオル、なんで？それでも私は好きにするがよい。え、刺されてたって機械に壊れたんじゃないの？フィオル、あなた、旦那さん。え、しかもこっち何も言ってくれないって子じゃん。目的は果たしました。祈祷します。命拾いしたな、ザンザ。だが次こそとどめ刺させてもらうぜ。フィオル、僕がわからないのか。フィオル。